以上でございます。今週はクから始まる芸能人です。クク、うん、ラジオネーム不要義務。栗山千明、深作欣二監督にオーディションによって見出された殺し屋、現在は海外に拠点を移し、クエンティン・タランティーノの依頼でティム・バートンを始末しようとしている。怖いねラジオネーム飛びっ子。倉本壮、閉店後もダラダラとラーメン屋に居座り、仕方なく店員が丼を下げようとした瞬間、子供がまだ食ってる途中でしょうがとガキを出しに言いがかりをつけるという、田舎者の貧乏人が悪質なクレームをつけるドラマ北の国からで知られる脚本家。そんなドラマじゃない、そんなドラマじゃないですよ。こだけ見ちゃったらそうだけど。レジェンド北京に桑田真澄、オセロで黒が圧勝している状態の顔面を持つ元読売巨人軍エース、マウンドに立つ彼の顔を見たバッターはどこに白を置いたら勝てるんだろうとつい考えてしまうので、その隙にストライクを放り込むというやり方だけで勝利を収めてきた卑怯大物。ちなみに彼の顔面のオセロは四隅が白で埋まってしまっているため死んでも勝てない。あげるよ。すごいな。ラジオネームとびっこ、桑野信義、桑マン、相方が捕まる、バッグが ひったくられる、財布をすられるなど、さまざまなやり口でワイドショーのレギュラーの座を死守するラッパ吹き、トレードマークの口ひげを用いた特殊な愛撫はクワマンと呼ばれ、どんな不感症の女のお股も洪水状態にしてしまうマル秘のテクニックであると。ちょっと一回ね、体験してみたいもんですクワマン語ですから。ラジオネーム飛びっこ、久保塚洋介、俳優、レゲエ DJ、カメラマンなど多彩な顔を持つマルチクリエイター、うん、2004年には鳥人間コンテストに出場するも低記録で予選落ち。あげよう。ラジオネームラッパザクバチョフ、クリス・ペプラー、2チャンネルで赤坂康彦の悪口を24時間書き込み続ける引きこもり、家で毎日赤坂康彦よ消えろという文字をノートに書き続けている、口癖赤坂康彦のチンコもげればいいのにと。何よ、もうひどい話。ラジオネームたりき本願寺の子、草野仁、見事に鍛えられた胸筋をピクピクさせながら、ボッシュートの言葉とともに奈落の底へ落ちていくことで有名なでかい和菓子。和菓子じゃん。和菓子。ちょっとね、質感はちょっとね。和菓子ね。ラジオネームゴルゴサーティは、グレイ、ボーカルに兵藤由紀を擁するヘアスプレー愛好家の4人組。夏になると頭に鶏肉とネギを交互に突き刺し、キャンプファイヤーの中に飛び込んでいくので、油を足してあげて喜んでくれる。そこが殺すタイミング。殺すタイミング言っちゃダメ。ラジオネームゴルゴサティは、久米宏、毎回客の頼んだコーヒーに十中八九唾を入れる喫茶店オーナー、その後コーヒーに痰を入れてしまうミスを犯し警察に追放され、オイルショックという言葉を発し刑務所にぶち込まれていた。相方はできるだけ正常位。よくもまあ人の文句こんだけつらつらと。FM 長野不要義務、クリスチャン・ラッセン、シュリークスのメンバーとしてデビューしたフォークソング歌手伊勢正蔵の作詞作曲による名残雪で有名な一発屋、また絵本作家としても活躍し西野の何倍も面白い本を制作している。これはイルカさんと間違えてるのかな。そうですね、ですね。ラジオの不要義務、クリスタル・ケイ、圧倒的な個人技と高い身体能力を誇るカメルーン出身の元サッカー選手、大の親日家でガンバ大阪のプレー経験がある、なにわの黒ひょうの異名です。 M ボマですね。 M ボマさんと間違えて完全に M ボマですね。ラジオネームドグサレヒューマニティ、クリント・イーストウッド、
ハリウッドの生ける伝説と言っても過言ではない名監督であり名俳優、うん、どのくらいすごいかというと日本におけるうっちゃんぐらいすごい監督兼俳優、愛称はイーストうっちゃん、最新作に僕らのハンバーグ交換日記の公開が控えており、今度金婚西野がアメリカの土を踏んだら愛車のグラントリノで引き殺してやるといきなやんちゃな一面だ。内村さん言ったのかイーストって言ったのか分かんないね。ラスト、ラジオ3ペ、黒田裕樹、ワインボトルで嫁を殴りつけるとんでもない DV 野郎だが、嫁の方も家に火をつけたりする相当なクレイジーガールらしいので、もはやどうでもよい、死なない程度に傷つけあってワイドショーをにぎわしてほしい。これはね、まあまあしょうがないです、まあね、以上です。